ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はキラーブルックスデビッド・フォン・エリックの新車を破壊について触れてまいります。デビッド・フォン・エリックに敗れ錯乱状態のキラーブルックス、その腹いせにブルックスはデビッド自慢のコルベットを破壊しました。ブルックスのまさかの暴挙にデビッドは動揺を隠しきれません。やがてフリッツも会場に現れ、デビッドと共に怒りをあらわにします。おそらくフリッツがデビッドに買い与えたものなのでしょう。フリッツの怒りもデビッド同様尋常ではありませんでした。しかしなぜデビッドの新車がここに置いてあったのでしょう。会場の外よりはここが安全だと思ったのでしょうか。そしてデビッドは何を思ったのか、ほうきを持ってブルックスの控え室へと行こうとします。おそらくブルックスはもう会場にはいないと思われます。また買ってやるから今日のところは落ち着け。フリッツのデビッドに対するそんな慰めが聞こえてきそうです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はキラーブルックスデビッド・フォン・エリックの新車を破壊について触れてまいりました。